瀬割リと桜並木桜で愛観展望塔から見た桜並木瀬割リは京都府八幡市にある堤防である。宇治川と木津川の合流部に全長 1.4km にわたって2つの河川を区切るように設置されている。洪水発生時に両河川をスムーズかつ安全に合流させる役割を果たしている。淀川河川公園の景観保全地区に指定され、ソメイヨシノが 約250本植えられているため、毎年4月には花見客で賑わっている。明治時代まで木津川は、淀付近で宇治川に合流していた。1800年代後半には、明治大洪水をはじめとして、淀川で多数の水害が発生した。そのため、木津川と宇治川の合流部を、現在の三河合流部に付け替える淀川、改良工事が行われ、1910年に、 現在の流路となった。さらに1917年の大正大洪水の被害を受けて河川改修が行われ、現在の世割りテが建設された。1970年代までは堤防に松が植えられていたが、中害のためソメイヨシノに植え替えられ現在に至っている。1988年4月より桜並木の一般開放を開始した。 2017年に展望台のついた休憩、交流施設、桜で愛冠ができた。展望台は桜の時期のみ有料である。京都府道801号京都八幡、木津自転車道線の休憩施設として、バイクラックを揃え、自転車の補修部品も売っている。ありがとうございます。